日本を知るためには日本海側の出雲神話というもの、それが実は壮大な、いわゆる中央アジアに至るまでのその神話から来てるんです。出雲ってでかかったんですね。出雲神話っていうのはだからもう世界史と考えていただいたらいいと思います。それの究極の最終的なところがこの津軽なんですね。で、津軽富士と言われている岩木山、この岩木山には宇津市国玉という神様が祀られているんですけども、京本教でもよく言ってたように、牛虎の根人、東北方向、それどこにあるのか、牛虎の根人って何なのか、宇津市国玉っていうのはイコール日本国っていうのは世界の縮図やと聞いたことありますよね。ということはこれ地球のことを言ってるわけですよね。それの、まあ、入り口というかそことつながっているところがいわゆる東北方向の牛虎の根人、言い方で言うと、まあ、国と子たちとも言われてますけども、イスラエルの国家をハクティバって言うんです。君が代と一緒。それなんて言うてるかやったら、東の果ての国にエルシャロームを建設するんだって言うとってね、夜明けの晩に鶴と亀が滑った。これは鶴と亀という一族が役割があって、これ重要なんです。日本では豊と富っていうんです。富っていうのが、富一族っていうのはこの荒はばきなんです。富長常彦が十和田湖のところで荒はばきを立ち上げるんやけど、これ大国主の一族なんです。ペルシャ の名前は本来はスーサというところ。そうスーサ。それはあのシュメールのスサという国から横へ逃れてペルシャ王国を作ったからね。で、弟はどっかの新天地見つけてこいと言われて、そしてローマ、今のあっこに入ってエトルリア文明というのが作られて。これちょっと表先生ご覧になってください。これ当時のですね、うち昭和10年にですね、うちの佐々木伝次郎村長が高速皇太子に行って木村さんという人に連れて行って書き写したものがそれで、結構貴重なやつ。沢口家の代々の人はちょっと赤らがでしょ中東系やったそうです。でいわゆるトライタロー大天空っていうキリストもその絵が残ってるんですけど、あれなんですよ、天狗なんですよ、花がね、天狗様で足原を植えていくのが少ない子なとか、要するにカヌーに乗って海洋民族が、要するに土地と土地の空いてるところ、日本列島も一つじゃなかった飛び地なんよね。津軽外三郡市とかの地図が出てくるけど、まあ、この辺も全部飛び地や。ここも当然大国主と琴城主です。その出雲王国の大きかった時、西と東に分かれたと言うてるけど、それは全部出雲ですよ。ここから中央アジアまで、そんな時の王族 の王族の家が加茂桂木なんですよ。だから慶太天皇の辺までは出雲族です。慶太天皇は出雲族からもう一回復活する。慶太天皇はだから普通の天皇筋じゃないから、それはどちらかというと蘇我系に近かったよね。本来万国のスメラであるべきなわけね。だからそういうようなことが仏松隊とか竹内文書とかには万国のスメラであったって書いてるわけ。祭祀の役目ね、これは神武王朝から、そこから物質文明と争いの時代に入っていくわけ。資料館のとこ行ってカムヨゴトとかヌカタベとか押したらバーッと説明出てくるよ。まあヌカタはだからうちの平岡の隣やから、ぬかとの大きないたとこや。和合雷道って我々が神楽で言っている、和合するには礼を尽くしなさい、相手のことを認めて礼を尽くしたら相手も認める。その人の玉筋っていうのがあります。玉筋っていうのはその人の宿命なんです。これ避けられないんですね。